4コーナーをカーブして、さあこれからです。先頭はエリムフォード。先頭、2番手はフェルシアンボール。先頭を捉えるか、カワチシェル、まだ後ろ。この足色では厳しいか。先頭はフェルシアンボール。しかし後続の足色もなかなかいい。一気にエトワールゲイル、内から一気にカワチシェル、エトワールゲイル。1着2着以下は混戦です。勝ったのはエトワールゲイル。4コーナーをカーブして、さあこれからです。さあ先頭に立ったのはパワーファンシー。先頭、2番手はパワーファンシー。さあ果たしてこの足色はどうか。やはり新興ラブリー先頭だ。新興ラブリーさらに突き放します。やはり強い新興ラブリー。先頭は新興ラブリー。1着でゴール。新興ラブリー1着。2着にはどうやらパイキジュリエット。これが G1 馬だ。新興ラブリー。4コーナーをカーブして、さあこれからです。ここで先頭に立ったファイブノワール。残り 200m。 先頭はサクラビーナス。ファイブノワール必死に追いすがります。サクラビーナス粘る。フラワーアルデル迫る。サクラビーナス先頭だ。サクラビーナス、サクラビーナス1着2着にはどうやらフラワーアルデル。勝ったのはサクラビーナス。ファイブノワール敗れました。ようやく3着争いといったところでしょうか。三歳牝馬クラシックの第1弾、阪神競馬場に春の訪れを告げる桜花賞です。まだあどけなさの残る乙女たちが栄冠を目指して今年も阪神の坂越えに挑みます。さあ最後は大外枠のノーブルキャスターゲートに入って体勢が整いました。スタートしました。ポンと飛び出したのは平心バーリー、筑波ノーブル。この馬も好スタートを切りました。ウィルビーコスモス前に行きそうです。続いて筑波ノーブル、平心バーリー、そのうちに続いています。内からはダンドジャガー、並んで15番アドマイヤロケット。内からはプライムステージ、その隣にブライトサンディ、その横にアドマイヤレーブ、コンサートサマンサ。この馬もこのグループ。すぐ後ろにアイシーグラス、並んで1番クロスマーブル。後ろからの競馬になりました。ダンスパートナー、鞍上の手はどのあたりで動くんでしょうか。ライデンリーダーすぐ後ろ、ややハイペースといったところでしょうか。これが先行勢にどう影響するか。さあ先頭は名神バーリー、2番手はアドマイヤロケット、ウィルビーコスモス、3番手、さあダンスパートナー前を捉えるか。4コーナーをカーブして、さあこれからです。エイシンバーリー先頭、差はほとんどありません。2番手はウィルビーコスモス、先頭を捉えるか。あと 200m。 先頭はウィルビーコスモス、ダンスパートナー先頭です。
このまま押し切るか。ダンスパートナー差し切った。先頭はダンスパートナー、1着でゴール。ダンスパートナー1着、2着にはどうやらワンダーパフューム。ダンスパートナー1番人気に応える見事な G1 勝利です。